というわけで時事ネタでやんす。はい、なんか気になるのある？誹謗中傷な。ああ、誹謗中傷な。いや、最近なんかさ、世の中病んでない？病んでる病んでる。うん？ちょっと点詰まってんな。なあ。へえ。バリバリ言うな。なんかね、更年期障害かね。ああ、わかる。なんかね、何が不調なのか分からないけど不調よね。そう。でも僕は今全然寝られない。悲鳴を上げて。眠剤？睡眠導入剤の弱いやつを飲んだ。うん。夜から朝にかけてる時間がなくなったかのようにスコンって。ああ、でもね、もう自分で寝るために一番いい方法分かってんねん。何？淀川区民プールに行って2時間泳ぐやん。ああ、さすがにね。ね、泳いだ後はさ、もう強制的に寝るやん。まあそんな話いやせへんね。うん、そんな話もしつつ行きましょうか。キヨさんのどことん過激に行ってみようか。はい、皆様どうもこんにちは、こんばんはでございます。久しぶりの、ノーアーコールデーでの収録になりますよ。はい、はい。7月25日分の配信となります。声楽家の清原邦彦のキヨさんです。なんかめっちゃ真面目に挨拶されてしまって、どうしていいか戸惑っている中の人です。うん、なんかだいたいさ、振りとかあるやん、髪の毛がないとかさ、うんうん、そういう感じで来ると思ってんのに、うん、後編からどうしようかなと。髪の毛がない話はまあ言うなや。え、最近ちょっとね、いやー本当毛がやばいわよ。マジか。うん、ここがね、ここがやっぱ減ってくるんだよね。でもなんとでもなるやん。なんともなんともならへんよ。なんともなんねえよ。昨日帽子忘れて外出たんよ。うん、あのね、日差しって脳に刺さんねやなと思った。そう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 。ほんまこの間の車の中での話と同じやな。うん、はい。ああ。久しぶりなのでちょっと時事ニュース、時事ネタ的なもので喋ってみます。はい。はい、というわけで本日のメインはこちら。どう、久しぶりこれも。時事ネタ。はい、朝なので声晴れてません。はい。なんか気になってることあります？気になってることね、いろいろあるよ。いろいろあるけど、一番気になるのはね、某芸能人さんの自殺ですよ。自死。ああ。うん。ありましたね。ありますね。あれがまあ、何が原因なのかは分からないけども、でも多く、その、推測されている部分で、誹謗中傷の部分がありまして、まあだから、誹謗中傷に対してちょっとやっぱ思うこといっぱいあるね。ああ。ちょっと最近なんかひどいよね。よね。いや、うん、ひどいと思う。僕でもあのニュースに関して言うとね、うん、こう影響を受ける人が出るからテロップ出るじゃないですか。うんうんうん、テロップ出るのに、うん、その出してる報道者は家まで押しかけて取材しようとするわけよ。ほうやね、そういうとこやぞって思えへん？それほんまほんま。なんかオフィシャルに発表されたアナウンスとかを読み上げて、もうそれでいいじゃん。そう、なんか憶測だけで喋ること多すぎる。そういうの好きやけど、人間ね、みんなそういうの好き、ゴシップ大好きですよ。でもね、なんかね、触っちゃいかんところはめちゃくちゃあると思うのね。うん、で、まあ僕ほらツイッターもまあ結構なツイッターユーザーですよ、僕なんかは。うん、彼って言ってるか彼女って言ってるかそこ難しいところやねんけども、うん、その彼の方が、うん、そのに対してね、その本当にこうなんか死を示唆するようなね、うん、ことをこう書くわけじゃないですか、書いてる人は。なんちゅうかな、エゴさして見やんと見れへんもんではなくて、うん、わざわざメンションをかけて、うん、その彼のツイッターとか彼の名前にメンションをかけたりとか、ハッシュタグをかけてそういうことを書いたりする人いるでしょ。うん、で本自分は名前出さずにそれやるわけじゃないですか。うん、あの書いてる人はね、打つ人は、うんって感じ。だから、まあ、僕なんかフェイスブックにもいるけど、うん、フェイスブックでそのこと書く人おらへんもんね。そうそう、まあフェイスブックで一応実名が基本やから、うんうん、それもそうなんですけどね、ネットでね、まあ、僕もうちも、はいはい、まあ、この番組はいろんな人の役に立ってるのかもしれへんけど、どう役に立ってるかな分からんねんけど、うん、こうネットでね、ゴミみたいなコンテンツをただただ配信するっていうことって最近どうなんかなって思い始めて。
わかるわかる。これ世の中の役に立つっていうことを一生懸命発信してんのってさ、うん、もうなんか最近ちょっとなんかおかしいかなっていう気がしてきて、あの自己陶酔のためにやるっていうこともあるよね。この間僕ここの、あのオーナーの岡崎さんと話してて、なんかそういう発想好きって言われてんけど、うん、宇宙人やったらって思うねん。どういうこと？どういうこと？宇宙人が地球人を観察してんねん、うんうん、なんかね、お前ら世の中で労働力不足や食糧危機やって言うてんのに、なんかこう何億人とこぞって、うん、あのクソつまらんコンテンツを作って発信することに一生懸命なってんねんけど、なんか変な病気でも流行ってんの？この上、他人の視点から見た時にさ、お前らそんなことやっててええのって。それは思うねよね。まあいや、そこほんまマジで難しいの。客観的な部分って必要なんだけど、客観的な部分がさ、あ、ほんまに遠く一番客観的な部分になると、もうそれだけでもうなんか社会の仕組みそのものに対するなんかこう歪みの方が多く感じすぎて、もうなんか右も左もどっちもいけませんみたいなことになってくることってあるよね。構造そのものは許容しながらも、個々個人がいかにこう人として生きていくかということを考えるべきなんだろうなと思うんだよね。だからそういう意味でやっぱりね、道徳の授業とか必要やなと思う。あ、そうね。うん、なんかね、うん、去年別の団体さんとなんかの時に、まあなんかのニュースの話をしながら、うん、あの日本人は昔はお天道様が見ていると思ってたけど、あれはどうなったんやろう。それそれ、今なんかあの賽銭泥棒のところのやつに書いとるな、うん、あの賽銭泥棒する人がおるやんか、うん、でその人に対してこう神社が初めはあのお天道様が見ていますよとか書いてあるのか、うん、その後付け加えて、そして監視カメラも見ているって書いてあったのか。あ、現実って思って。あ、まあでもそういうことやねんなと思うねんな。すごくみんながその現実的なものとかこうリアルなもの、あの世の中にあるなんか事柄に対してこうリアルなことしかこう感じなくなってきてて、うん、なんか目の前にあることしか想像できなくなるっていうか、うん、そのもう一個向こう側にあるものに対する何ちゅうかな、ある種非科学的なものも含めてね、うん、に対するなんか思いを馳せることとかやめたなって感じで、そこをやめたことが僕はすごい問題やなと思ってるのよ。妖怪の類あるやん、うん、妖怪の類って人が昔こうなんか科学的にこう解明できなかったことを妖怪とかっていうものを使って現象を具現化したっていうか、うん、あるやんか。でもさ、かまいたちかってさ、あ、それ真空派ですよとかさ、うん、現代って言っちゃうやんか、うん、正しいねんけどおもろないなって感じ、うんうん、妖怪とかお化けの類はね、やっぱそれはそれで置いといた方が面白いんじゃないかなと思うね、うん、あのビッグモーターもえげつない、ね、あ、ビッグモーターえげつないね。まあでもさもありなって感じ。例えば僕が車運転してるやん、うん、まあちょっとドアへこんでて、うん、まあ、なんか次なんか誰かに当てられた時に保険でついでに一緒に治れへんかなってのは時々思ってる、うんうん、でもさ、それはさ、これちょっとなんとかこれ今回のやつに一緒に行けませんかみたいなさやってさ、いや これやっていけるかなとか、うん、あのいやこれはちょっとさすがに筋に無理があるでみたいなやり取りがあってやんなんよ、うんうん、例えばあの家の壁とかもそうやね、うんうん、あの今度台風来た時に一緒に声かけてって、うーん、でそんなんはあんねん、うんうん、よくないねんけど、うんうん、ちょいちょいあって、でもこれ以上やったらやらかしすぎかなみたいな、うん、ここ超えたらあかんやろ、許容範囲やな、そう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 、うん、みたいなんがあんのがさ、てめえやでぶっ壊すって言ってるわ、うん、あれはちょっとなんぼなんでも、でもあのお客さんも実は困れへんし、困るの保険会社だけなんやけど、うん、だからいいんやって思ってしまう人が増えたんやろなって感じ。そう、なんかね、自分さえ良ければいいわが増えたね。
増えたね。うん、だからそういうことがこうなんか想像を働かさなくなって、うん、この言葉が誰を傷つけるかっていうことが分からなくなって、うん、でこうああいったことをねネットに書き込んだりとかする人もいるわけですよ。でそれを言い出すと、いや今清原お前が喋ってることだって実際今誹謗中傷したことによってあのそういう悔やんでる人がいてて、その悔やんでる人たちに対して今のお前が喋ってることは想像力不足だよ、清原のこのコメントを見たことによって今反省してる人たちはだこの悲しみをどこに向けていいか分からなくなるじゃないか、お前はちょっともうちょい何とかせいやみたいなのがあるんだけどさ。ああなるほど、分かる、うん、この思考の要は塩梅ってあるやん。うん、そうなんか一つのことを常に振り切りすぎるなんか、うん、それが良くないよ。いい塩梅のところがあんねん、うん、でそのいい塩梅のところをなんかみんなで見つけようやないかっていう話やんか。ああ、いい加減ってええ言葉やで、うん、いい加減やん。それもうちょいみんななんかこう知らんとあかん。そのためにはね俺やっぱりね古きを知るって大切だと思うのよ。ああ、なるほどね、うん、経験から学ぶは愚者で、あの歴史から学ぶは賢者みたいなあるやん。でもあの言葉俺すごい好きやわ。多分な、でも今言うたん逆やと思うわ。なんか歴史から学ぶは賢者、経験から学ぶは愚者やと思う。どっちかというと愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶらしいよ。ああ、全然違った、似てる違う。ドイツの名宰相ビスマルクらしい。ああ、ビスマルクやわ、ビスマルク、うん、まあ、ビスマルクもまあまあいろんなことやらかしとるけどな、そう考えると、まあね、歴史っていうのは人が培ってきた経験ってことやわな、うんうん、そのなんかこう経験を客観視してなるほどなーっていうふうに見ることが大切やねんけどさ、うん、なんかこう自分の経験でしかもの喋られへんからさ、うん、逆に言うとさ年いけばいくほどさ自分の経験の方に寄っていくからさ、うん、どんどんどん凝り固まってくるよね、想像することやねん。うん、経験してくることが蓄積されるから、子供の頃はさ想像 しかないやんか、うん、なんか大人になったらこうなろうとか自分の才能もさ、うん、こう考えずにさこうなんか野球選手になりたいとかさ、うん、大人になったら経験が蓄積してきていろんな経験をすると想像力の部分にこうぐーっとなんていうのキャパシティを迫ってくるというか、うん、あのさ、うん、車だまさみ、車田まさみ、車さん知らんでオペラ歌手らしいねんけど知ってる？車田さん知らんな僕、ほんまなんかこの人知らんとあかんな。ああ顔見たことある。この人の YouTube チャンネルめっちゃおもろかったよ。俺一回見たわ。どれか、うん、あ、初めてのオペラ、オペラ参戦俺見たこれ。あ、ほんでそれのね、うん、これが面白かったよ、この音楽談話で門下生と弟子の話してて、うんうん、あの前にずっと言ってるやん、俺門下生と弟子っていう言葉を廃止すべしやった。いや俺もほんまそう思うね。でもでそれを僕は言葉の問題があると思って、うん、だけど内容のとこからめっちゃ綺麗に整理されてる、うんうん、であの日本人って基本的にあの職人ばっかりじゃん、うんうん、日本人って世界一職人の多い国やん。へえ、世界最古の株式会社日本ね、確か金剛組ちゃうかったっけ。あ、名前聞いたことある。はい、あの創業578年、金剛組聞いたことあるわ。はい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 、天王寺にあるのよ。知らなかった、それは知らなかった。神社仏閣に特化した建築会社で、そんなのがあって職人さんが多かったので、うん、その職人の文化の中の悪いところが音楽教育に取り入れられてるね。あー、で職人もの教育も理不尽なの、うん、理不尽やけど職人のところに弟子入りした人間は、うん、少なくともその時点で衣食住の面倒を見られてるから、だからあの何にも教えてくれない、見て学べって、いやあのただやったらそれは違うとか言われても理不尽やけど成立してんのよ。そう、飯があるからね、うんうん、だからなんかそれと一緒にして話すべきじゃないよねみたいなことを言っていて、でそれがまあそういうとことうまく結びつけて話してて、あ、腑に落ちるなと思って、うん、でこれ俺でもずっといつも言ってるわ、なんか師匠弟子ってさ、うん、なんか別に俺君らから逆にお金もらってるけどって感じやん、うん、俺の中でその状態で指定制度って違うんじゃないかなと思うよね。僕はとね、言葉の問題、まあ一応あの大学の広報みたいなことをやってた時期があるじゃないですか、うん、そんなのもあって今やそういうその昔のことを知って知ってない家庭の人も生徒に取らなきゃもう音大ってやっていけないよ、うんうん、いわゆる一般の人に、普通の今までそういうものに接したことない人が文科生
え、何それ、ああ、え、徒弟制度なんですか、え、うちの子弟子入りするんですか、そう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 、っていうその言葉が持ってるマイナスのイメージがでかすぎる、うん、あの文科生っていう言葉が便利なのは分かんない、便利なのは分かんないけど、その便利に比べて、あの知らん人に与えるマイナスのイメージの方がでっかすぎるので、だからね、業界人しか結局使えへんやんって言葉でね、うん、生徒は分かれたら先生生徒やねんからさ、うん、文科生ってやっぱ業界人しか使えへんのよね。昔ね、レ・ミゼラブルの歌いましょうコンテストみたいなのがあったんですよ、うん、うちの親父がね、うん、なんとそれね残ったんですよ、うん、あの親父がとか親父の合唱団と、うん、で東宝の帝劇で森久美さんとか、うん、吉原光夫とかのこの吉原光夫君とかの前で発表したんや、うん、ほんならその時な僕の生徒やったな、その池田正樹君バリトンの、うんうんうん、あのハッピーバースデー、うん、彼も行っとったんや、うん、でその親父の合唱が一緒に参加して、うん、で歌って、で吉原君と喋ることがあって、うん、で僕実はあの清原先生の弟子なんですって言うたんやな、うん、ほんならみそ君がおいで弟子ってなって、うん、だってミュージカルの現場におる声ね、うん、そのトップスターや、うん、でその吉原君が弟子、うん、弟子なんてなったよね、うん、だからそんなミュージカルの世界でも師匠弟子っていう言葉で使えへんわけよ。おクラシックの世界はほんまその師匠弟子っていう言葉減らした方がいいと思う。僕はね、減らしたらじゃなくて少なくとも大学内では廃止するべきやと思う、うん、あ、そう、大学内では特にねやめた方がいいと思う。で、あの例えばそのフライヤーとかに文科発表会とか載るやん、まあ、そうそう書いてあるよ、うん、あれは絶対禁止や、うん、やっぱりね、見た人がうちの子弟子入りさせに行かなあかんのですかねっていう気がしちゃう、うん、でもそれが そうやね、そこも難しいとこ で俺なんかクラス発表会って書くねんな、うん、で絶対、まあ、あの生徒らにも文科とは言わへんから基本的に、うん、まあたまにポロッと口からうちの文科生がっていうことはあるかもしれんけど、うん、それは便宜上の話で、うん、心の中ではもうクラス生やからって言うて言うねんな。でこれをやるとこれをやったで難しいところで、うん、なんか寂しいわと思う子もあるの、文科って言ってほしいみたいな。そんなあの外国語禁止のゲームみたいに、うん、1年間ほんまに一切使うなと、うん、使ったらここに500円入れろと、うんうん、やったら1年経ったら昔そんなこと言うとったなって言うてるって、うん、そうだよな。結局そのなんていうかな、連帯を表す言葉は別に生まれる、うん、でそれもあのおじさんが考えるのじゃなくて若い子のセンスに合った単語が出てくるって。ああまあそうだよね。だって若い子らは新しい単語作る天才やねんから。うん、せやな、俺ちょっとそれ提案してみようかな。なんかこう生徒らに、ちょお前らクラスじゃなくてなんか文科でもないクラスでもないなんか新しい名前ちょっと考えろっつってどうするよ、あのみんなの生徒さんたちがの来月から清原組を名乗っとったら、それはそれでおもろいで、清原組めちゃめちゃおもろいわ学校内で組長って呼んで、そうそうそう、それおもろいな先生じゃなくて組長って言われるのおもろいわ、うん、あいいな、そういうのやりたいやりたい、組長いいな。でね、あのそうそう、この人がね、うん、あ、そうそうそう、車田さん、まだちょろっとしか見てないねんけど、うん、見てみるわ。なんであの音楽を聴かなきゃいけないのかっていうのをあの喋っていて、そこ元に戻るんや、うん、ああ、これ言語化できる人ってすごいなと思って、うん、あの要はその私が提供しているものはあなたにとって必要なものです、なぜならこうだからです、うん、で言えるってすげえ、まあすごいからそれが言えるに至るこう整理されていったのかもしれないけど、うん、でもなんかうーん、そういうのって必要よね。いや必要必要、なんとなくね、なんかね、自分のために僕らもやっちゃうもの、うん、なんかこう音楽やっててもなんかなんていうの、その自分が上手くなりたいとか、うん、っていうことなんやけど、ちゃうね、音楽はな、音楽をやるっていうのは違うね。なんか音楽やるんだりとか演劇やるのは、うん、僕の中で、まあ、その車田さんのやつは見てへんから、うん、あの分からへんけど、僕の中でも一個答えがあって、うん、その書いた人はいるってことやね、うん、そう、作った人はいるってことやね、うん、ほんなら作った人がどういう思いでこの作品を書いたとか、うん、作った人が
なんかこのなんでこういうメロディーにしたかったのかなとか、うん、なん作った人がどういうことが好きでこの曲やったんかなとか、この台本やったんかなとか、うん、あのなんでこの言葉を選んだんかなとかさ、うん、っていうのをめっちゃ考えんねん、うん、でそうすることによって人の頭の中を覗こうとするという作業をするんじゃないかなと思うよ、うん、そう。それはじゃああいみょんやったらあかん、あいみょんでもいい、なんでクラシックじゃないか、クラシックやっぱりそこになんていうかな、僕らの時代になかったものがあるから。ああなるほどね。そうで僕らの時代になかったものを見ることによって逆に言うと今もずっと同じように続いてるものが見えてくるわけよ。ああそう、なかったもなかったものが見えるってことはずっと続いてるものが見えるってことじゃない。それは人の営みであったりとか人を愛することであったりとか、古くから人は人を好きになって苦しむし、それが同性であったりとか異性であったりとかすることもあるし、チャイコフスキーなんか見てるとさ、やっぱりそこに同性愛者の感覚があったりとかするやんか。で、なんていうかな、歌曲の中とかでもなんていうかな、そのゲーテの詩を使ってんねんけども、うん、そのゲーテの苦しみってさ、もう今僕らが生きてる人間と同じ苦しみ持ってるやん。だそれはなんていうかな、古くを知ることによって今も同じ気持ちがあるなやし、あここは変わってんな価値観がってなってくるし、逆に言うと価値観が変わって今あってあるってことはこの価値観も変わっていくかもしれないってことも考えれるやん、うん、そういうことを考えるのが僕はクラシックの面白さやと思う。なるほどね、うん、なんかそういうチャンネルを僕昨日の晩たまたま見つけて、あの何本か見ながら、うわこの人面白いと思って、まあなんかそうこれ見つけたので僕もちょっとあと何本か見ていこうかなと思っていて、うん、すごい気になっているという時事ネタを喋ってたら壮大な話になりましたよ。まあそういうことよ、結局ねずっとつながってるってことですよ。そろそろね風呂敷閉じないと、なんか寸法としてもおかしなことになるので、なあまあまたなんかまたなんか語るときは語りましょう。いや本当に本当に、はい、誹謗中傷はダメだよ。8月は何かありますか。8月の頭に、うん、関西会議団のサマーコンサートが、あ水色のやつ、はい水色のやつがあって、はい、これで僕 MC 担当してます、はい、でその後はその日曜日に、うん、浅井さんとのコンサート、浅井さんのコンサート、浅井さんのそうそうそうライブがあって、それに僕出演するんですけども、はい、妹もねバイオリンに乗ってるんですよ。あはいはいはい、遠山千景っていうのがね、はい、バイオリンなんですけど、なかなかなんかこう恥ずかしいね、あ合わせするとき、うん、なんかお兄ちゃんとかともさ、うん、向こうも呼びにくいさ、うん、こっちも千景って呼びにくいからさ、うん、なんかアンサーとかさアンサーとかでお互いにアンサーとかチョーとかさ、うん、もうなんか嫁さんとかと現場におるよりも全然恥ずかしい。あなんかこうなんかこうどう扱っていいかなみたいな感じ、うんうん、でそれが終わると8月20日にミュージカルコンサート、はいはい、ミュージカルコンサートの名を売ってるけれどもがっつり照明も入るし、うん、がっつり動くんやけどミュージカルコンサート、うんうん、ミュージカルコンサートという題名にしてるのはなんとなくいろんな察して、うん、でこの演目はね僕ね5年ぶりですよやんの、うんうん、出演者の、主要なキャストはみんな一緒なんですよ、うん、でもやっぱ5年経ってるじゃないですか、うん、大変。なるほど、これチラシあるのかな。あるあるある。じゃあまたちょうだい。はい、これは4日後ぐらいに公開しないかんから、せやはい送る、はい、で、9月にオペラ、はいのサンドリオン、はい大変、出番はねそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないんですよ。でもねなんかこう曲がやっぱりねフランスもの独特のこうなんていうこうアゴーギングがあったりとかで、うん、フレージングも難しいし、意外とね急に高いところが入ってきてうーってなるね。あのマスネってさ、うん、なんか最近あれどっかでマスネって単語聞いたなと思ってんけど、うん、マスネってサンマリノに住んでたことある？サンマリノに住んでたかどうか、そこ俺マスネのことちょっと勉強不足、知らない。サンマリノグランプリ、あのコースのコーナー名にマスネあんねん。へえ。
こんなとこ住んでたんかな。でもイタリアなんかベッリーニっていう名前 の, つあの何通りまあまああるよね。ベッリーニっていう名前とかの通りがベッリーニが住んでへんかったとこにもあったりとかするんだ。それはだって日本にも聖徳太子が来たっていうところいっぱいあるよ。まあ噂で、うん、でも通りの名前にはなってへんよ、うん、でもマスネもだからそうなんちゃう。世の中の人が知ってるマスネはあのタイスの瞑想曲だけか。そうか、はあ、これ聞いたことあるっていうのは絶対一曲はそれやんな、うん、でも有名なのはマノンとかね。ああ、マノンね、うん、マスネはね、僕マノンとウェルテルをよくあのなんか若い頃見てたんだけど、うん、好きで、うん、なんかね、やっぱりね、なんていうのマスネやなと思う瞬間があんねんな、なんか、うん、あれないよね、こう、やなと思う瞬間って言語ができひんよね。ああ、うん、なんか作曲家の分かる分かる、ベートーベンこの感じとかさ、うん、ドニゼッティこんな感じっていうのってさ、なんか言語ができひんや、うん、あれないやろな、なんかあれ言語ができる能力欲しいわと思って。ハイドンのホルムとかなんかそんな感じかも。ハイドンなって思うやん、うん、マスネコーナーにはマスネの胸像があるらしいか。へえ、やっぱりなんかゆかりがあるんだね。うん、その生まれとか。生まれはフランスやもんな、うん、ロワール県モントーで生まれたらしいよ。うん、全然知らん、うん、はい、というわけで、はい、予告から余談に行ってしまいました。以上でございます。はい、というわけでございまして、7月25日の配信でございましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうかね。え、今なんか何、みんな体調崩してます。僕の周りもね、なんか生徒もそうだし後輩もそうだし、僕自身もずっと調子が悪いので、でもこれはきっと更年期障害かもしれないなとか思ってるんですけども、それ以外にもでもやっぱコロナもめっちゃ流行ってて、うちの後輩とかほんまちょっと半分死にかけてたんで、マジであの皆さん手洗いうがいは気をつけましょう。で、まあこれ言うとまたぶつかるんですけども、僕はマスクつけることを推奨いたします。はい、というわけで、また次ね、8月5日に会いたいと思います。今日どうもありがとうございました。ではわーわーういわー。